カプロニ・ビッツオーラ・カイ6カプロニ・ビッツオーラ・カイ 6M カプロニ・ビッツオーラ・カイ6はカプロニ社で製作されたイタリアの戦闘機である。本機はタンザ・低翼単用の引き込み式降着装置を持つ機体であった。カイ 6M とカイ 6Z と命名された2機の試作機が製作されただけであった。カイ6の設計の始まりはカプロニ・ビッツオーラ・カイ5戦闘機の機体に ドイツのダイムラーベンツ DB605A ーリズ V 型エンジンを装着できるようにしたいという要望であった。これを実現するためにカプロニ社は介護の胴体にそれまでの木製に代わって金属製とした主翼を取り付けたものを用意した。介 6M と命名されたこの新型機は 12.7mm ブレダ、セイファット機関銃を2門装備した、介護の武装の2倍の4門を装備し、試作機は2 1941年9月に初飛行した、ロ 6M は、機種下に深いラジエーター多いを備えていたが、非常に大きな空気抵抗を生んだことからこれは、胴体化に移設された。ブレッソ飛行場での衝突事故により、 ただ一機の F6M の試作機が損傷を受けると、カプロニ社は、回 6M の開発計画を終了させることを決め、その代わりにより、高性能なカプロニビッツオーラカイ7戦闘機の開発に傾注することにした。カプロニビッツオーラカイ 6Z 回 6M の設計作業が始められて間もなく2番目の F6 の試作機の作業が始まった。この機体は、 急ったフラスキーに射精 RC25、60Z24 機等、X 型エンジンを搭載するように設計され、Z を表す Z を冠した、カイロク z と命名された。武装は胴体に1門と主翼に2門、計3門の 12.7mm ブレたセイファット、機関銃を装備する予定であった。エンジン開発の遅れが、カイロク z の開発に、 大幅な遅れをもたらしたが、1943年8月に、ようやく初飛行にこぎつけた。1943年8月と9月の試験では、定格出力1 1 1 8ットの F6Z の、エンジンはわずか8 9 4キロワットしか出せず、この問題は1943年9月8日の、連合国との間で締結された、イタリアの講話までに解決しなかったためかい 6Z の、 開発は終了となった。海6 z の試作機は、Z エンジンを搭載した唯一の機体であり、このエンジンの搭載を予定したもう一機の戦闘機レジアーネリ2004は実現しなかった。ありがとうございます。